はい、渡辺真由です。今回チームデスマッチでマップロシップメント194で最初からだと全員のラインでます。今回イリアマンナのね、このクラスで頑張ってみたいと思います。これ通じチップメントのプレイリストからじゃなくて、あのチームデスマッチのからのチップメント1944なんで、はい、ラバルドア、ダメ、調子が良くないっすね、これダメだ。よしよし、難しいなこれ。ダメ、出てこいよ、ほんと。よっしゃ、無双してるよ。あ、スチール、オッケーオッケー。これいこう、待ってよ、リロードしようか。 LMG でヘッドショットちょっとやりたいんで。こっちめっちゃ強いんですよ、めっちゃキルできるから。これカヨン捕食器 OK か、カヨン捕食器オンライン。ダメか、やっぱスナイパーレベルってろくなもんじゃないな、これ。ダメだ、無理か、やっちゃう迫撃砲、死ね。これ、これダメ、すごいあるからね、これ17キロ、よっしゃ、ラスキルいただきました。これだ、最初調子悪かったけどね、20キロ以外生かしたかったけどね。ここめっちゃ強いっすよ、ここドミニオン A のポイント強ポになってます、ここ。はい、今回の成績はね、18キル10です、プラス8スコア1675でした。面白かったね、ドミネーションばっかりでやってるからね、シップメント194で。あのチームデスマッチバンバンやっていくんでね、チームデスマッチ回さないといけないんで、35回。ドミネーション終わったんで、はい、アルデンでやりたいな、久しぶりに。これヘッドショットあと14回で、これコンバタントピピピックブレンケーキ感じですね。これ500キルチームデスマッチあと12キルだね、あと11回ですね。これ間に合わねえな、こういう感じでね。今回スコアストリーク、これ火炎放射器、迫撃砲攻撃、連続攻撃、ちょっと心情調書 のチャレンジのね、スコアストリークの地上戦、あと1キロだったんだ。これ迫撃砲であと1キロで50キロでこれ獲得っすね、あと1キロだったね。今回このイリアマンナのこのクラス使ったんだけど、迷彩結構進んでるんですよ。これあと2回っすね。で、これアンブッシュ明星解除に。レティクルが、ロングショットは全然進まないね。はい。今回このイリアマンナのこのクラスでね、
シップメント194のチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。